こんにちは、日向弥一です。セックスレスが、夫にとって辛い理由ということで、お話をしていきたいと思います。で、今回はですね、画家、聖書の旧約聖書の画家というところで、7章の6節ですね。ああ、人を喜ばせる愛よ、あなたはなんと美しく麗しいことよ。ということで、この7章の、ところは実はその夫と、妻の、性的な、交わりというか、性行為ですね、性生活のことを、非常に優雅な形で、ソロモンが表現している中で、そうですね、なんと美しいことか、高貴な人の娘よ、サンダルを履いたあなたの足は、あなたの腿の丸みは飾りのようで名人の手の技だ。ほぞは丸い杯、混ぜ合わせたぶどう酒は尽きない。腹は小麦色の山、百合の花で囲まれている。二つの乳房は二匹の小鹿、双子のカモシカのようだ。というふうに、花嫁の、自分の奥さんのですね、肉体を、こういうふうに、非常に詩的な表現というふうに言っていいでしょうね。を、こういうふうに、5節までずっと、話した後で、ああ、人を喜ばせる愛よ、あなたはなんと美しく麗しいという。夫にとってはですね、妻との性的な関係というのは、心を満たされるものだということなんですね。だから、ああってありますけど、感動、感嘆符っていうかね、そういうことがついているわけですね。だから性生活以外では決して得ることのできない、慰めと喜びを、夫は妻から得ることができる。別の言い方をすると、妻の、愛に酔うがよいって、箴言の、ところにありますけど、奥さんの愛に酔う感じなんですよね。でそれは他の生きていて他の体験では決して感じることができないものなので、それがないと辛いということなんですよね。慰めに確かですね、これ今お読みしたのは、新改訳聖書の、2017年版ですけど、これ第3版って1個前の版ですけどには、確か別の表現をされてたことなんですね。画家の7章6節ですね。で、ここにはこういうふうに書いてあるんですよね。ああ、慰めに満ちた愛よ、あなたはなんと美しく心よいことよ。慰めに満ちた愛よ、奥さんのこと愛よっていうふうに言うわけですよね。だから本当に愛されていると感じる。奥さんと、肉体的に結びつくことによって、お互いに満たし合うことによって慰められるっていうことなんですよね。そして美しく心よい、その快感というか快楽というのを感じているということができると思うんですね。ですので、夫婦生活、性生活、セックスというのは夫にとっては妻との夫婦関係で不可欠なものだということなんですね。でそれがないと、非常に辛くなってくる。そしてそれが満たされていると、奥さんのためにどんなことでもしてあげたいという気持ちになるということなんですね。でこれは男性が性的な、なんて言うんでしょうね、異常だっていうことではなくて、神様が男性をそのように作っている。そして神様はそれを満たす、その男性のこう慰めを求める思いを満たすものとして、妻を作っているということなんですね。ですので奥さんの皆さんはぜひこのことを覚えていただいて、男性、奥さんと、ご主人とのですね、性生活をぜひ大切にしていただければいいかなと思います。私はカウンセリングをしていて、奥さんから、セックスレスが理由でご主人から別れたいと言われてしまったというご相談も受けますし、夫の皆さんから、性生活がなくて辛いというお話も聞きますので、
本当にあの夫婦の関係にとって不可欠な要素だということを覚えていただきたいと思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。